皆さんこんにちは。小倉第一病院皮膚科の大森です。本日は日焼け止めの話をしたいと思います。本日は4月の下旬であります。そろそろゴールデンウィークという季節になってきました。気候も良く外に出かけたい季節になっています。そのような時にポイントになるのが日焼け止めです。夏を前にしてまだ皮膚が紫外線に対して十分に準備できていない状態ですので、これからの季節紫外線を浴びると皮膚炎を起こすことがあります。また長期的に考えてみると光老化と呼ばれるシミやあるいは皮膚がんの発症にもつながってくるのが紫外線の怖いところです。ですから日焼け止めを含む様々な紫外線対策が必要になります。市販の日焼け止めにはその効果を示すものとして PA と SPF という表示が書かれています。紫外線には UVA や UVB といった波長がありますが、これらに対応するものが PA と SPF です。さらに最近ではこの PA と FPS 以外にも新たな表示が追加されるようになりました。日焼け止めのタイプがウォータープルーフタイプである場合には耐水性表示ということで星マークで1つ星2つといったような表示が追加になっています。特に運動される方が日焼け止めを使う際はウォータープルーフタイプの方が良いとされています。というのも汗で日焼け止めが流れてしまう、汗をタオルで拭った際に日焼け止めも取れてしまうということがあるからです。そのようなウォータープルーフタイプの日焼け止めを選ぶ際はぜひ耐水性表示にもご注目ください。日焼け止めは病院で処方する薬剤とは異なりますので、皆さん各自がドラッグストア等でご購入ください。